は、ハングルを構成する、シーンジボの一つ。14番目のジボ。名称はヒュー。自体によっては、の上の線が、のような形になる。初声では、通常、生体同士で狭めを作り、そこを通る呼気の摩擦によって、音を出す。無声声門摩擦音、H を表し、音速記号は、H で表される。しかし、環境によって、 以下のような異音を持つ。二重母音及びの前では口外化して、無性口,口外摩擦音となる。母音の前では、無性難口外摩擦音 X となる。有性音と有性音の間、つまり母音、美音、流音と母音の間では優勢化して、優性性問摩擦音となる。 日本語話者にとってこの音は認識されにくいため、前のシ音ンと続く母音がつながった音に聞こえることが多い。なお、修正のに続く場合、これと融合して、激音で発音される。修正では下端を歯茎に密着させて出すうち歯音 t、t イコール t となる。これは、の修正と同じ音である。後続の音が、であるときは、これと結合して、 激音と発音される。皇族が母音である場合は、他の修正が初声化するのと異なり、H の音として初声化するのではなく、無音となる。その他発音の変化としては、後ろになどが来て微音化して、修正ので発音される場合があるものの、初恋のの音として発音されることはない。複合修正のも発音上ほぼ同様の性質を持っており、 h の音を表すというよりも実質的に次の初声を激音化する記号であると言える。なお、この字母は上記のように発音上の得意な性質を持つこともあって韓国のインターネットスラングであるについては ahhhh, ahxhx などと発音が一定していない。固有名詞を転写する場合、例えばの場合、 音節ごとに転写したユンソン派ではなく、オムオンとした上で、ニャー、オ、ナとしたユンソナと転写された。一方での場合、芸能活動最初期はユナと転写されたが、後にユンナに改められた。このように、日本語に転写する際、弱音化を反映するか否かで表記が分かれることが少なくない状態である。国民性音発声体系では自身の喉に、 分類されており、君民声音の清掃所では、高音除去自発、発声と規定されている。その字型は、君民声音改霊政治会によると、喉の形にかたどったに筆較を加えてを作り、それに、さらに筆較を加えて作ったかが字とされる。訓あざかいでは、初恋読用8字に含まれており、人と名付けられていた。 ヒ喩という名称は1933年の朝鮮、後徹寺法統一案で名付けられた。初声は文化観光部2000年式、末期雲来シャワー式ともに H と表記される。優勢音に続き認識されにくい、となったり、に続いて融合する場合であっても表記される。修正はどちらの方式でも T と表記される。ありがとうございます。